小賀橋。後方に見えるのは、旧、足尾線の出川橋梁小賀橋は、栃木県日光市足尾町赤倉にある一級水系利根川、水系渡瀬川の上流である松木川に架かる道路橋である。国の重要文化財に指定されている。小賀工業足尾道山の専用電気軌道を施設した、祭、1891年1月1日に開通した、 松木川に架か,かる全長48.5メートルのアーチ橋である。旧足尾本山駅があった元山地区は足尾銅山の創業の中心地であった。その本山地区と社宅などが立ち並んでいる赤倉地区の間には松木川が流れているため、両区を結ぶために1884年に木造の名戸とし橋が仮設されたが、1887年4月8日に、 松木村の大火で消失してしまった。そのため、足尾銅山から足尾精錬の精錬所までの鉱石運搬用として、名落と橋の後に、ドイツ人の設計により、本橋梁が仮設されている。本橋梁は1890年6月に着工したが、同年8月22日に松木川が大洪水になり、足場が流出するという事故にあった。 同年10月26日に再開後は、特幹工事を行い同年12月28日に、竣工した。翌年の1891年には、鉄道道路併用橋として、日本初となる実用化された単線の電気鉄道が、施設されている。その後は、道路橋にそのまま転用されており補強工事も、行われていたが、本橋梁の老朽化に伴い、 南側に新古賀橋が1993年に仮設されたため、現在は歩道橋として整備、保存されている。なお、現在は橋の入り口に柵が設けられ立ち入り禁止となっている。本橋梁は日光市指定文化財に指定された後、2014年に国の重要文化財に指定された。また、 土木学会による近代土木遺産2800選 B ランクにも選出されている。下地、式ワはアレントラスの形式であり、1890年製造のドイツ派コート製である。また、トラスの部材をボルトで締めて連結組み立てを行うプレハブ式であるのが特徴である。ありがとうございます。